皆さんこんにちは。今日はあなたのくるくるくるがマリオメーカーをお届けいたします。親方さん 1-4 大分別府地獄巡り、今回はですね、まずは YouTuber さんが作られたコースを遊んでみたいと思います。こちらの方は超有名な方なんで、もう皆さんにわざわざご説明するまでもないかもしれませんね。バームクーフェンさんの一員の親方様でございます。よろしくお願いします。クリア率は 15%、 クリアタイム46秒。早速遊んでいきたいと思います。いろいろな観光地巡りをしているコースを作っていらっしゃるようですよ。さて、どんなコースになっているんだろう。まずはキノコをもらえるんだ。ありがとうございます。コースの音がないのかな。無音コースになってるみたい。大分の地獄温泉、別府か。行ったことないんですけど、温泉好きとしては一回は行ってみたいですよね。かなり惹かれるものがあります。よいしょ。この甲羅はどっちに投げようか。特になんもなかったかな。はい、ここもご利用して通過。上は何かあるかな。上行ってみたいけど、よいしょ、雲に乗れないかな。雲の上に乗って上確認。何にもないか。あ、トゲゾウがいる。中間を取って、あ、1アップ当たっちゃった。もったいない。今当たるのもったいなくない。よいしょ、ゴリ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 。入れるのかな。確認してこよう。戻ります。お邪魔します。イエーイ、やった、くるくるくる。入ってよかったね。猫すぎコインと1アップとキノコ奪い取っていくる。お次はなんじゃいな。花ちゃんがいっぱいいるぞ。おーし、なんですかこれは。これが地獄だに。すーごい。うわー、花ちゃんがなんでこれ、どうやったらこんなに登っていくんだろう。どういう仕掛けになってんので、ここを通過できるの。これチビマリオでいけるのかな。あ、いけた。当たらずいけた。やったぜベイベー。うわー、あった、1アップ発見。ありがとうございます。上で行ったり来たりしてるっていうのはわかるけど、下から上までこうやって花ちゃんが飛んでこれるんだね。激おこ花ちゃん羽付きの特権なのかな。すごいわ。何でしょう、ボス戦かな。お邪魔します。来たー。はいはいはい。何これ、どうすればいい。バブルがたくさんうようよ飛んでるけど、ノコノコを倒せばいいのかな。はい、これでいいのかな。オッケー、鍵ゲット。お邪魔します。間に合うか。残り80秒。イエーイ。あー、いい湯でしたね。体も心もポカポカ温まりました。ありがとうございました。1-4 大分別府地獄巡り、親方さんのコースでした。ありがとうございます。それでは次のコースを遊んでいくる。お待たせいたしました。お次も YouTuber さんのコースでございます。ぴょんぴょんカエルさん、どこで死ぬかわからないお天気雨。クリア率は約 5% ですね。ベストクリアタイムは20秒。こちらのコースを遊んでいきたいと思います。ぴょんぴょんカエルさんというお名前で今こちら表示されてますけど、 YouTube の方ではふうたさんというお名前で活躍していらっしゃいます。よろしくお願いします。早速遊んでいきましょう。どこで死ぬかわからないお天気雨。上からいろいろ降ってくるんでしょうね、やっぱりね。苦手だわそういう家のコース。あ、トゲゾウが降ってくるのか。しかも数がやたら多くないですか。ということはランダムで結構毎回死んじゃうということか。おっ、クリボーかよ、畜生め。普通にキノコが入ってるんだと思っちゃった。こりゃ簡単には。わあ、うそ。待って、これどうすればいい。よいしょ。こっちはくれくれくれ。あ、届きそう。
壁キックでくるくるくるくすれば届くかな。でも普通に行ったらあそこ登るのはかなり難易度が高いから、こっちから行くしかなさそう。うわ届かない。もう一回やってみよう。ほいほいほい、何もなさそうだと思うけどな。よし登れた登れたぞ登れた登れた。危ねえ、なんでなんでそんなところにいるの。うそー、ハンマーまで降ってくんのかよ。よし登れた登れた登れた。嘘でしょ、怖いよ、やめてください。あーキノコ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 、あーしっけーオッケー、ゴリ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 大成、やったやったー。いやこれ成功ルート成功法ルート、なんか違うでしょ。本当は今のところハンマーボロスがいた方を登っていかなきゃいけないでしょ。無理だって。どこで死ぬかわからないお天気夢ぴょんぴょんカエルさん、ありがとうございました。それでは次のコースを遊んでいくれ。お待たせいたしました。今日のラストはこちら。ちょっと難しいけど頑張ろうぜスピードラン。眠い、本当に今眠いんですよ。国内のいいねランキング難しいのコースです。クリア率は 3.61%、 ベストクリアタイム48秒。こちらのコースをやっていきます。ちょっと難しいぐらいだったらいいけど、とても難しいじゃなきゃ大丈夫。まずはガリガリ声かな。1-2-3ガリアではなかった。でもルート割ってたっぽい、奇跡的にね。よいしょ、これはかぶる、戻る、おい壁キックかな。パウを投げて連続で投げたらガリガリ声。高さ的にはだいぶ余裕があるんだけど、上でいいのかな。しまったー、しまったー、何やってるんだ。今すっごい無駄な動きしてた。まあ初見ですからしょうがないしょうがない。うん、これがくるくるくるの大の苦手なんで、ここで気をつけないと。パウ投げが早いから、寝起きのね今のボケた頭じゃちょっととてもクリアできないかなと思って、で今ぐらいでパウを投げるのがいいみたいで、ここはどうすればいいんだ。スピンジャンプでいいのかな。くしゃみ出そうくしゃみって撮影中の天敵なんですよね。分かる人には分かってもらえると思うんだ、この苦しさが。よいしょ、こうか。詰まっちゃったけど、さっきメットなんてあったかな。くるくるくる、畜生め。難関というか個人的に何回かやられちゃって苦手意識があるだけなんだけども、ほらメットないじゃんね。なんでなんでなんで、今度はメットを投げるのが早すぎるっていうことなのか。押し込んだ下のメットが残ってるの確認、これで入れるでしょう。あ、分かった、あのメットは投げるんだ、かぶるんじゃないんだ。で同じところでやられる。オッケー、いい感じ。メットは投げる。おい。オッケー、お邪魔します。次ゲストはスピンじゃなくて普通のジャンプで行こう。でここを普通にジャンプしたら届く。キノコ？キノコということはどっかでしゃがむ。残り25秒、ファイヤー、オッケー。カロンをぐちゃぐちゃに踏みつぶしたら、タカコインを取って扉にお邪魔しまりを。小さくなっちゃった。あー大きくなるのは耳だけでいいんだけどね。カロンがたくさん出てきてくるくるくる、扉にお邪魔したら残り10秒でゴール。結構難しかったけど楽しかったわ。やり方が分かっちゃえばいけるんだけど、パウブロックで上から大きなメット落とさないといけないところ、あそこのタイミングがこのコースの難関ポイントですね。
ちょっと難しいけど頑張ろうぜ。うん、ちょっと難しかった。でも楽しかったです。ありがとうございます。うん、眠いさんのコースでした。そして今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次回のマリオメーカーでお会いいたしましょう。チャンネル登録、皆さんよろしければしていってくださいね。それでは次回はあなたのコースに、くるくるクール。バイバーイ。